さあ、沼田選手65番スタートしました。MT03、320cc。 いいターンですね。ぐるりっと回りますよ。さあ、シルバーの MT03、なんかかっこいいですね、このマシン。いいですね。そして、Q シード、黄色ジャッキン Q シードの選手の皆さん、ウォーミングアップ始めていただいて結構ですよ。ウォーミングアップ始めていただいて結構ですよ。まあ暑いのでね、あんまりなかなかウォーミングアップするとみんな多分疲れちゃうんでしょうね。大体みんな年齢層高めですから。さあ、松田選手が帰ってきた。赤い VTR 帰ってきたぞ。パイロンを体でかわしながら帰ってきた。さあ、リニアアウトの軽快な回転で、さあ、ゴール。さあ、出た。手慣れなかった。残念、手慣れなかった。タイム1分55秒。いいタイムなんです。いいタイムだけどね、ペルテペロリしちゃったよ。あー、なかなかね、こう露出が大好きな感じでしょうか。戻ってきてます。さあ、そして10.66の古田選手がスターティーをお越し。さあ、先週の全米大会で悔しくて急遽愛媛大会にもエントリーしちゃったよという。さあ、これでいい成績を残すのか、悔しさがさらに加速する結果になるのか、頑張っていただきましょう。では66番スタートします。さあ、白黄色の VTR250 でスタートしていきました。古田選手、おっと、パイロンぶっ飛ばした。黄色い VTR で黄色いパイロンぶっ飛ばした。ということは、あのパイロンをターンしなきゃいけないんだぞ。分かってますか？そのパイロンをターンするんですよ。えらい分かってますね。いいですね、あなた。よしよしよし、ちゃんとぶっ飛んでったパイロンをターンすることになる。そのルールですが、なんと黄色いパイロンに襲いかかるのをやりましょう。黄色い VTR、パイロンは大事にしなきゃいけない。さあ、65番 MT03 帰ってまいりました。最終三角オーバル、三角オーバルから左回転、回る回る、ぐるぐる回る、どんどん回る、もっと回る、そしてゴールだ。さあ、止まれ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 、俺のバイク止まらない、俺のバイク止まらない。2分15秒、お疲れ様でした。さあ、50